はい、次は一歩ドリルというものを行っていきます。普段は3歩アプローチして蹴ってると思うんですけど、これは1歩で蹴ります。で、何を意識するかというと、コンタクトドリルのいい場所でいいところに当てる、これを、1歩でやっていきます。まずはいつも通りボールをセットしていただいて、いつもは3歩下がると思うんですけど2歩で、横の1歩はいつもより少し大きめの1歩を取ってあげます。蹴り足が前、コンタクトにフォーカスしたいので、無駄に体にブレを作りたくないということで、なるべく1歩の力で蹴ります。